当にってわけにゃいかねえよな。魔王オロチとの戦いから数年の後、三国と戦国の英雄たちは突如滅亡の危機を迎えていた。天地を覆うがごとき巨大な怪物妖者が出現したのだ。しかし事態はそれだけでは終わらなかった。妖者の出現によって生じた時空の歪みは他の世界を巻き込み、つなぎ止めてしまったのだ。妖者の巣穴の奥から徐々に侵食してくる未知の世界。そこは見慣れた景色が無秩序に広がる混沌とした世界だった。放置すればいずれ新たな災いを招くかもしれない。そう判断した英傑たちは未知なる戦地へと足を踏み入れたのだった。ここは時の狭間を模した拠点。もう危険はございませんのでご安心を。申し遅れました。私は戦界から使わされた者にございます。新たに出現したこの世界について詳しく調べるように命じられてまいりました。ですが私一人では調査が進まず、よろしければご助力を願えませんか。まずは周辺の調査からお願いできますか。ここはあまりに混沌とした世界です。よろしければこの要石をお使いください。これは秩序をもたらす石。混沌とした状態が少し和らぐかもしれません。あんまり頼りにするなよな。その首もらった。わしの手で討ち取ってくれるわ。二武将ながらお受けいたそう。鈴の観念が相手よ。よし。Yeah.
くぜ。明智十兵衛光秀、いざ参ります。主は、それがしが止める。やるの？あたしは強いよ。お主の力、この奮起士が測ってやるわい。異武将ながらお受けいたそう。全知全能たる私に勝てるはずがなかろう。おろかしい。私をこの程度だと思っているならば大誤算だ。そう、妙斎様が相手になってやるぜ。やられっぱなしで終われっか。
そうだ、覚悟しろ。神髄見せちゃうよ。このままじゃ本当にわしやられちゃうよ。気合を入れ直すとしようかね。よっ、俺が負けたか。あんた何か掴んだのか。首叩いた。お主の力を一気が測ってやるわい。二武将ながらお受けいたそう。おお、やるもんじゃろう。面白くなってきた。なんだけどよ、ここで俺に倒されてくれ。なんだけどよ、ここで俺に倒されてくれ。二武将ながらお受けいたそう。その首叩いた。強いか、気は抜けんな。その首叩いた。勝負だ。覚悟しろ。
首叩いた。
傷ながら置いていたそう。乱れても散る定め、優秀の美を今飾りましょう。西はこれがしが止める。これがしが相手になろう。魂しき部、荒波のごとしだ。それがしも、心してかかろう。知略でお前を倒す。その首叩いた。はいはいはい、飾るを降りぬか。
いっと。我が知略に勝とうなど肩払いたいわ。私には尻尾を巻いて逃げるのが似合いだ。大将打ち取ったり。まぶる。よく引き取り。まだ足りぬ。さらに強じようぞ。我が知略でお前を倒す。はいはいはいっと。悔しいが引かねば。敵将打ち取ったり。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。さあことがそのまま負けではない。はいはいはい。悔しいが引かねば。Yeah!
解するぜ。俺の相手してくれよ。逃げんのよ。二武将ながらお受けいたそう。後悔するぜ。悔しいが、ここは引かねば。敵将討ち取ったり。さあ俺と勝負だ。覚悟しろ。炎と燃えろ。後悔するぜ。よっ、受け取ってくれよな。
の手で討ち取ってくれるわ。私はここまでだ。その首叩いた。飾るおげぬか。敵将打ち取った。いの手で討ち取ってくれるわ。異武将ながらお受けいたそう。少しはやるようじゃな。ここは引いておいてやるわ。敵将討ち取ったり。剣の剣刀に免じて引くとしよう。そろそろ上げよう。楽しい時間は切ない過ぎる。そろそろ終わりのようです。
聞くしかないか。止める。二武将ながらお受けいたそう。勇ましき武、荒波のごとしだ。それがしも心してかかろう。引かねば敵将討ち取ったり。次こそは我が知略でお前を倒す。後悔するぜ。
のか。勝利だ。本気を出せばこんなもんだろ。お待ち申し上げておりました。ご無事で何よりでございます。この世界について少し分かってきました。非常に危険な状態であることも。ここは幼者の強大な力によってオロチが創造した世界とつながりました。秩序が生まれる前の原始に近いこの世界は向こうの世界を徐々に侵食し始めています。今この世界の力を削がなければ、いずれ向こうの世界も混沌に覆われるでしょう。力の源はいつこかに隠されているはず。どうか急ぎそれを見つけてくださいませ。